三十秒江戸時代し。家康が正夷大将軍に任命され、大阪の陣で豊臣氏勢力を投げ払い、普段政治で海域、天保を連発。海外とも攻撃してたけど、島原の乱を契機に、国的政策を本格化。土地から趣旨学を重んじる文治政治に加えるも、徐々に馬鹿体制がぐらついて、吉宗が教皇の改革、田沼が商業的政策を行い、松平里信が普制政の改革、家成の大御所時代へ、天保の基金、王将の反乱をきっかけに、水野忠が天保の改革実施。でも海外線との接触が増え、改革に成功する有力な藩も登場。ペルリが来て、体制奉た。